ダークネスゲーム、シュラです。はい、今回なんですけども、ついにね、マジアチが完走しました。で、スターポイントもね、3つ振って、もう最強のキラキラマジアチになったので、これでマルチやっていきたいと思います。はい、マッチングしました。相手、ビッグカントリーさんですね。うん、まあ、名前は好きだけど、強さはどうなのかって感じですね。まあ、まだね、やっぱシーズン始まったばっかなので、トロフィーはこんな程度ですけど、まあ、その分ね、相手も、ダクネ来るってことはゴレなんだろうなってなると、やっぱね、ダクネにはペッカー合わせてあげれば、とりあえずゴレつけられても、まあ、ゴレつけられなかったら、もう3コストで結果出したようなもんなので、で、相手ムート型ゴレでしょうけど、まあ、マジアチャでうまい具合にね、バシバシってコウモリとかも倒してあげて、オッケーオッケー。で、そしたら、まずは様子見ですね。相手がどう動いてくるか。待って、ザッピーって、あれ、普通の、なんだっけ、ムート型、なんだっけ、ゴーレムか。そう、ゴーレム。存在感ありまくりだけど、たまに名前忘れるんですよね。で、ゴーレムの型だけど、ゴースト系、あ、消えたけど、間に合いませんでしたね。で、相手、そこでライトニングはちょっとコスト使いすぎじゃねって感じはするんですけど、ここ言うの出してあげれば相手なんか出すかな。コストギリギリだと、ダクネか。でもダクネそこに出したら3コストで4コスト倒したみたいなもんだから、アドさすがに取ってるよね。そしたら後ろペッカっすね。さすがにこれ逆サイドゴレ来たとしても、まあ押し切るんで、はい。そしたらで、そうですね、ペッカはタワー HP が低い方から出せってね、上手い人が言ってんので、それにあやかるべきかなって思います。あのムーター貫けるんじゃね。くらい。つら、抜いた。オッケー。そしたら、ベビドラがいるのは今知らなかったんだけど、まあダメージ入りましたね。そしたら、ムートも消えるし、ババも消えるしで、ベビドラに対してエレウィズ割いてあげればいいのかな。コスト溜まる前にゴースト出して、で、エレクトロウィザードで、ここで受ければ、まあ、いい感じに防衛できんじゃねえかな。ババもこれつけてあげれば、相手ライトニングとか、まあ、いっか。とりあえず、エレキは言うので延命できてないね。延命できてないんですけど、あのムート邪魔だな。ムート倒せ。倒せ。うん、倒さない。ザップ打つか。で、ザップ打って、右のあのね、めんどくさいザッピー集団にはゴースト合わせてあげましょう。で、そしたら相手、ゴーレム全然出してこないな。あ、でも、出てきたね。そして、そういう時は、まあ、ペッカこうやって出してあげて、とはいえな、これどうやって押すかわかんねえんだよな。相手に後ろムートとかベビドラとか組まれたら、さすがにね、倒せない気がするんですよね。そしたら早めにマジアチャ出しておいて、で、ここ、そうだな、エレキも追加して、これ、ライトニング読み、はい、成功しましたね。コージャーババリアンはね、ライトニング読みに使えるんで、どんどん使ってやってください。あとはね、タワー HP が残り300しかないって時も、ライトニング防げたりするので強いです。はい、そしたら、このバーバリアンもペッカーで守って、ペッカー2人と、エレウィズとマジアチャ残ってるって、これ、だいぶ強いんじゃない？さすがにこれつら、あ、それね、来たか。それね、来たけど、エレクトロウィザードとマジアチャ二人がめちゃくちゃ強い。お、ザッピーもめちゃくちゃ倒してくれる。そしたらこれ、ユーノつけてあげて、相手何してくる？ザップ打ってあげて、さすがにターゲットも変更して、これ勝ったでしょ？はい、勝ったな。グッド。では、次の試合ですね。トリビンジェさんかな。読み方はわかんないけど、まあ、この手札ね、あんま良くないんで、エスケルトンレベル11っつうのが不穏だな。とはいえ、このトロフィー体ってことは、ナイトが光ってて、ナイトが光ってるって相当怖い状況なんですよね。とりあえずあのナイトをもうブチ貫いてもらって、で、相手ここね、なんか箱をミスったんで、言うので延命してあげて、ナイト倒、まあいいや。で、相手さらにこれなんか咲くかな？ハンターか。ハンターいいね。ザップ打って、延命したけど、これ意味あったかな？意味ない気もしてきたな。で、スケまで倒して、だいぶアード取ってんじゃね？これ。で、相手多分ね、枯渇系だ、枯渇ですね。やっぱりウォルブレ出てきて、倒せ！倒！オッケー。はい、そしたら、ですね、これはこの位置に出してあげると、エレビズでね、ゴブリンバレルからの攻撃一発で抑えることができるんで、おすすめです。吹き矢か。でもあれ、バレバレ枯渇じゃねえな。ウォルブレ、ゴブリンバレル枯渇か。おい、吹き矢、射程長すぎだろ。なんでその位置からマジアチャ狙えるんだよ。で、そしたら、ハンターバシュバシュするが、マジアチャでこれ倒せるか？倒せなさそうなんで、延命します。はい。そしたら相手さすがにこれなんか箱落としてくるよね。そしたらマジアチャがなんか生きてバシュバシュして、あ、いい調子ですね。はい。さすがにね、枯渇ってなるとペッカ、これ相性最悪だと思いますけど、今のところ調子いいんでね、ナイト受けすっかな。うん。なんでこれ、ゴースト出してしまったのかが不明です。
さすがにないと思ったのかな。で、右これレビズで防衛して、で、ナイトは無視でいっか。あれは無視かな。いや、ナイト HP 多すぎだろ。下方しろ。なんでせっかの攻撃2発耐えるんだよ。まあ、両サイドうまい具合に削れてて、こっちもね、そんな被害ないんで、あ、これは真ん中マジアチャして、どっちもウォルブレ倒さなきゃいけませんね。倒せよ、オッケー。そしたら、ペッカで、これ MS かな。相手ボムタワーとかないよね。そしたら多分ね、マジアチャ倒すやつがいな。それは、ダメだよ。ちょっとね、それ、そうだ、箱の存在忘れてた。で、こういう時はザップ、ちょうどいいタイミングでやってあげると、まあ、こんな感じでね、ちょうどよくないね、今の。全然うまくできてなかったんですけど、うまい具合にやるとね、あれなんですよ。ゴブリンバレルって最小受けっていうのがあるんで、それは過去のね、小技紹介の動画見ていただければなと思います。はい。で、そしたらこれ、バーバリアンがさすがに生きないと思うんですけど、ナイトが強い。で、これはユーノとザップかなで、守って、で、さすがにね、親衛隊もほっといてはやってくれると思うんで、パワー HP が多い方にね、マジやってあげれば、まあいいかな。相手ナイトでこう、延命してきたけど、ここね、そうだね、ウォルブレ読みでバレルでナイトを蓋しといてよかったね。じゃなきゃ負けてた気がする。で、ザップうまい具合にポンってやってあげれば最初受けできてるね。てか、エレビズが協力してくれたっつうのもあるんだけど。で、そしたら、そうだな、ちょっとリードされてんな。このままゴブリンバレルとか来たらまずいので、こっから押してあげて、ゴースト、なんとか、ゴースト、爆発しちゃった。で、バレルもこれめっちゃ食らうと。ペッカな、7コストにしては HP 低すぎるんだよな。強化来ねえかな。はい。で、こんな感じで、ペッカ行くか、ペッカ行くか、行け。あ、一発入った、OK。これ逆転なるんじゃね？むずいな。でもさすがにこれで、レビズ最初受けの位置にパシュってやってあげて、吹き矢もめんどいんでね、ロイヤルゴーストで潰しましょう。はい、そしたら、ちょっと喋んのが疲れてきたけど、まあこれはね、頑張んなきゃいけない場面なんで、皆様にね、希望をお見せできっかな。これ負けるかもしれない。まだ動画戻んないでください。まだ勝てる見込みがあるんで。で、煽ってるんですけど、スケルトンレベル11でも全然強いですからね、ペッカ3回受ける時点で1コストの性能とは思えない。で、ここでスケ読みのマジアチャをやって、行って、で、ポイズン打って、右組めてっけど、これはさすがにエレビズで防衛して、相手なんか正当派の位置にしかゴブリンバレル投げないから楽っすね。あ、これまた箱落とされんのか。箱強すぎ。あ、ウッドか。ウッドでもいいんだけど。で、ユーノが飛んで、これはゴーストからのザップ受けかな。ちょっとね、さすがにペースが崩れてきたっつうか、これ、とりあえずハンターを先にバシュってペッカでやりたい。やれるか？やれるな。オッケー。そしたら、ナイト、そうだね。これはエレクトロウィザードで守って、で、どうする？これ、さすがに勝って、マジアチャで射抜きたい。ナイト来い。その位置か、いけっかな。いけない気が、あ、いける。ここでマジアチャで打ってあげれば、多分、バシュってしてくれるはず。オッケー。で、そしたら、エレビズでこれを守ってあげて、ゴースト入れ、ゴースト。はい、全然調子いいっすよ。これが3試合目なんで、最後の相手、ダッディさんですね。ちょっとやたら D が多いですけど、まあ、そういうもんなんでしょう。で、真っ先に、ムートハンターが出るって怖いな。おっと、取るね。ちょっとそれはやんちゃすぎない。まあ、とりあえずペッカで蓋しといてよかったね。で、ザップまで打ったけど、トルネザップじゃね、マジアチャは倒せないんですよね。そしたらこれ、相手さすがにね、右なんか裂くと思うんで、左に工場出して、で、マジアチャがサクサク入ると。で、ランバーは倒す。ペッカはこれさすがに入んないかな。で、工場の方なんか出すかな。あ、エレビズか。エレビズだったらこれ、そうだな、ザップとか打ってあげればバシュって倒せるんで、打ってあげるか。よし、オッケー。で、そしたら、バーバリアンが入る。まだ入るんですけど、これで終わりか。そしたら、ユーノかな？コストが10コスト貯まる前にユーノを出してあげれば、相手から何か引き出せるんで、まあ、ユーノはおすすめですね。そしたら、どうなるこれ。相手何出してくるかな？あ、ペッカムート。ペッカムートにエレビズに、あ、確かにペッカっぽい編成ではあるな。なので、後ろからエレビズ出してあげて、多分相手ポイズンとかね、今のところ見えてないんで、これ多分トルネで吸い寄せるんですよね。なので、ペッカで蓋してあげて、あ、やっぱ来たね。はい、僕の弓は今日冴えてますね。なので、これ右は、左は、バーバリアンで受けてあげて、さすがにこれムート大丈夫でしょ。あ、オッケー。そしたらムート入らない位置なんで、エレビズがバシバシやって、ペッカがもう一発、オッケー。
そしたら U の左攻めてあげて、右はこれ落ちるか、落ちないけど左も攻めて入るし、これ相手何もできないでしょ。さすがのコスト管理ですね。で相手は左倒して、相手何も出してこないな。諦めたか。あ、これちょっと僕の強さに諦めてしまったみたいですね、ダディさん。はい、なので、とりあえずポイズンとか回して、ポイズンじゃ死なねえか。とりあえずゴースト出して、ペッカー出して、こういう時って何出せば最速で倒せるんでしょうね。やっぱり、工場優のエレキあたり出してあげれば最速なんかな。ということで、ペッカーの後ろにね、どんどん追加してあげて、エレクトロウィザードを連打して、で、ザップも連打してあげましょう。これは全然煽りじゃないんで。はい。というわけで、はい、グッドゲームです。というわけでいかがだったでしょうか。まあね、僕まだまだね、弱いんですけど、参考になる部分があればいいかなと思います。あと、ペッカ工場ね、普通に強いデッキなんで、まあね、尊敬する人とか、もう8000プレイヤーとかにもいますんでね、僕も展開目指して頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。